こんにちは、校舎派でゆうきです。今回は9月の市議会で決まった内容などをお伝えします。皆さんご存知、ナマリンがガチャポンになりました。こちらです。私もやってみたいと思います。中には鉛グッズと吉川のクイズが入っています。種類は全部に20種類、1回100円です。場所はここオアシスと市役所にあります。皆さんぜひチャレンジしてみてください。現在、吉川南駅東口の開発予定地に来ています。吉川市ではこの地でこのような開発を計画しています。今回、企業を誘致するための補選予算を計上しました。この土地がどんな街になるのか、とても楽しみです。吉川市では平成29年度中にコンビニで住民票などの証明書が取れるようになります。このサービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。利用する方はこちらで申請しましょう。ただいまオアシスに来ています。新庁舎の建設が始まりました。完成予定図はこちらになります。完成は平成30年の3月、引っ越しは5月の予定です。着々と工事が進んでいる模様です。あれは市長？以上、工事畑由紀がお伝えしました。次回もお楽しみに。